皆さんこんにちは、もときです。ぐるみです。今日実は3日目なんですけども、昨日2日目の時にスリに会いました。ティーフ、で、ペナンのあそこのどこだっけ、コンベア、あ、フォッコンノリスに行った時に、なんかウェスタンのカナディアンって言ったの人が来たんですけども、ちょっとビデオがあるんでどうぞ。あるなる。しゅ。その人がまず写真を、記念写真を撮ってくれて言って携帯を渡してきたんですけども、その時にマレーシア人って聞かれて、あ、違う、ジャパニーズだよって。たらなんかいきなりね、お、ジャパニーズ人みたい。あ、違う。I'm from Canada.Look, and then お財布を見せてね。見せて、oh, this is Canadian dollar. It's plastic. And then, oh, how about Japanese yen? Oh, Japanese yen is もときね。Japanese yen is paper. Oh, can you show me? って言った。And then, oh, sorry, I don't have any. And then, あの人は、ah, show me. I want to see.Even though I said don't have. And then, ロンニーはなんか、うん、で、モトキはこう、一応財布、こうやって開く、長財布なんで、こうやって見せて、Don't have. で、ちゃんと I proved that してたんですけど、そしたら次、ロンニーの方にね、And then he said, oh, what money you have there? って言ったよ。And then, oh, how about 20 ringgit? Malaysia 20 ringgit. And モトキも、ないって言った、モトキね。And then, don't have. And then, ロニーのお財布ね、あと見せて、don't have って言った。あの人は、何 ?take out money from. ロニーの財布結構深いから、これ見せるためにこう出したんですよね、ロニー。ね、ロニーの財布ちょっとディープだから、こう、元気みたいにこうやって見せれないから、こうやってないよって見せたら、で、ガイカってね。実証だけせんね。くって取って、なんかこう触ってたんですよね。多分その時 に抜かれたんだと思います。あ、he do like the magician like one this is your money one piece by one piece、and then なんかロニーは so scared he will run away with the money yeah. so I was like the moment he give it back to me we just go よーく手元取られないかどうか見てたんですけど、やっぱそこはプロだったみたいで、総額100リンギなくなってました。そう、その時はまだ知らないね、まだ知らなかったね。ちょっとやっぱ怪しいと思ったよね。でもなんかそこまで during that time I just wanna run away because 怖いって思ったね、と思った。Did you notice after we got back to the もうない、いないの、もういないよ。 He's gone so fast. We justWalk a few steps and then go back. No more. Probably, 多分 just 2-3 minutes ぐらいかも。もうない。だからお金見せて、一応その後インターネットで調べてみたら、お金見せて詐欺っていうのがあるみたいで、そうやって見たいっていう人が行ってこう見せたら、まあ、抜かれてるっていうのがあるみたいです。今回引っかかりました。まあでもまあ100リンギ仕方ないかな。I think もときはなんか。トゥーリスみたいな感じ。そうだね、格好がもうトゥーリスだったね。ジャパニーズの1万円は結構高いもんね。高いだってジャパニーズイヤー持ってなくてよかったよ。だから皆さんもお金見せてって言った時に絶対に財布を出さないように。No! Say, I don't want to show って。イングリッシュわからん、イングリッシュわからんってやった方がいいと思います。今回、私たちが経験した、スリーをちょっとお話ししてみました。あとちなみに中、パーキングティケットも取られました。50リンギットでした。それは僕らが悪いです。ちょっと払いました。気をつけてください。バイバイ。